金日の江県は大韓民国の全田南道甲州市出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。アンダースローながら前世紀は時速 150km を超える速球を誇り、コリアンサブマリンと呼ばれた。MLB 時代はアリゾナダイヤモンドバックスなどに所属した。1999年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約し、同年にメジャーデビュー。 2001年に78試合に登板し19、西部でダイヤモンドバックスの地区優勝に貢献。ポストシーズンでもクローザーとして起用されたが、アジア人史上初の出場となった、ワールドシリーズ第4戦では9回に主からティノ、マルティネスに同点2点本塁打を打たれ、10回にもデレクジーターに勝ち越し点となる本塁打を打たれ、負け投手となる。続く、 第5戦でも9回にし、スコット・ブロシアスに、同点2点本塁打を打たれ、チームは、その後延長12回で、サヨナラ負けを喫する。2勝3敗となったチームは、その後に連勝し、球団初のワールドシリーズ制覇を果たした。2002年には72試合に、登板、8勝3敗36セーブ、防御率2.04と、安定した成績を収め、また、 リリーフ投手として、オールスターにも選出された。5月11日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、メジャー史上32人目、ナリーグでは23人目となる1イニング3者、連続3球三振を達成している。2003年のシーズン当初に先発に転向するが4月だけで1勝5敗と、結果を残せず、ボストンレッドソックスにトレードされる。 レッドソックスでも当初は先発として登板していたが、6月以降は再度クローザーに転向。オフの韓国滞在時、強引な取材をしてきた韓国のスポーツ紙の記者ともみ合いになり、その際軽傷を負った記者が暴力行為で金を告訴した事件が発生したこと、党から一時は他チームへの移籍も噂されたが、最終的に2年に1000万ドルの契約を結び、レッドソックスに残留した。 2004年のシーズンは怪我の影響などで長く、マイナーリーグで調整。メジャーでは、わずか7試合の当番にとどまった。2005年、ボストンが、年俸の大半を負担する条件で、コロラドロッキーズにトレードで移籍。ロッキーズでは前半戦は、中継ぎやローテーションの谷間を埋める投していたが、シーズン後半には、先発に定着し5勝12敗。 防御率4.86の成績を残した。2006年、第1回 WBC に出場。また125万ドル翌年のオプションで、ロッキーズと契約し、レギュラーシーズンでは前年と同様に、先発ローテーションの一角を担った。シーズンを通じて27試合を投げ、8勝12敗、防御率5.57の成績を残した。二千七年は、 ロッキーズがオプションを行使して250万ドルで単年契約。しかしシーズン開幕後に起用方針をめぐって、首脳陣と対立、スコット・ボラスと代理人契約を交わした末、5月14日にホルヘ・フリオとの交換トレードでフロリダ・マーリンズに移籍した。マーリンズでは先発ローテーションの一角を担っていたが、資金力の乏しかったマーリンズは、 高額な年俸が負担となっていたことから、金のトレードを試み、8月4日に古巣であるアリゾナダイヤモンドバックスへ復帰。しかし、ダイヤモンドバックスでの2回の先発登板で打ち込まれ、わずか12日後に戦力外通告を受けた。その後金がマイナー契約を拒否したためウェーバー工事にかけられた後に自由契約となり、工事期間終了後にマーリンズが再度獲得した。 三度の遺跡で延べ4球団に所属し、2007年のシーズン成績は10勝8敗、防御率6.08だった。シーズン終了後に再び自由契約となった。2008年2月24日、ピッツバーグパイレーツと85万ドルで1年のノンギャランティ契約を結んだものの、開幕前の3月26日に約金30万ドルを支払われて解雇された。その後は、 シーズン終了まで、マイナーリーグも含めどこの球団にも所属していない、完全な無所属の状態だった。2009年は、第2回 WBC 韓国代表候補に選ばれていたが、ハワイでの代表キャンプへの出発直前にパスポートを紛失する通して、代表監督の金委食により、連絡が取れず、コンディションが確認できないとして、代表入りを拒否された。 また、金本人は、メジャー復帰に、意欲的ではあったが、前年に引き続き同年も、無所属であった。2010年2月には、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが、春季キャンプ中に解雇された。その後アメリカ独立リーグのゴールデンベースボールリーグに、所属する、オレンジカウンティフライヤーズに入団した。同年十一月に、日本の東北楽天ゴールデンイーグルスの、 入団テストを受けたものの入団しなかった。12月21日、楽天の再テストを春季キャンプ中に受けることが決定した。2011年1月25日、楽天と契約合意したことが発表された。登録名はキム。球団初の韓国人選手となった。2月7日から登録名を本名の金日の絵券にした。ストッパーとして期待されたが、 一年間を通して一軍、登板はなく、10月に帰国。11月14日に戦力外通告を受け、21日に自由、契約公示された。2012年1月18日、2007年の海外指名選手特別ドラフトでの指名権を現代、ユニコーンズから受け継いだ、韓国プロ野球、ネクセンヒーローズと契約した。 過去数年間シーズンを通して活躍したことがなかったため調整はスローペースとなり開幕1軍には入らずネクセンでの1軍初登板は5月になってからだった。同年は先発として起用される試合が多かったが不安定な投球が続き3勝止まりだった。2013年も主に先発として起用されたが故障もあり5勝止まりだった。 ネクセンでは高額年俸に見合わない成績が続いたため2014年シーズンの年俸は前年の3分の1の2億ウォンとなった2014年シーズン開幕後の4月10日キアタイガースにトレードされた交換要員は当時一軍未出場の新人投手キム・ヨングアンだったキアでも先発として主に起用されている 2015年は1軍で未勝利に終わり、2016年は1軍での当板がなく、同年限りで戦力外となった。2017年9月からは、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのヒガンテスデルシバオとアギラスシバエーニャスで現役を続行した。2018年10月30日に、オーストラリアンベースボールリーグのメルボルニエーシズと契約した。 2019年1月3日に引退を表明した。コリアンサブマリンと呼ばれるアンダースローから投球する投法にもかかわらず、時速 150km を超えるツーシームを持ち、その一方でフリスビーと呼ばれる斜め上へ伸び上がるキレのいいスライダーを武器としていた。しかし、レッドソックス時代に怪我をしてからは、球速が時速 140km 前半まで落ちてしまった。 またコントロールに難があり、2007年には少ない投球回数ながらなリーグで最多の予試球を記録している。ありがとうございます。